っちゃ安いな。絶対こっちの安いな。めっちゃ安いな、これ借りちゃった方が。8万とか9万だったら借りた方が安いわ。1万8000の時あるもん、ホテル。絶対こっちは安いわ、借りた方が。借りる。いやでも久保地いなくなったら意味ないな。久保地いなくなったらさ、なんで俺名古屋来たんだっけってならない？なるよね。また解約するの？深島村、深島やってもしょうがないだろう。島逮捕されちゃったし、うわ、また新しいの出てんじゃん、スターバックス。抹茶フラッペ、あずきミルクフラッペ、マカロンゆず、春のフラッペ、これ美味しそう。富士抹茶スタバ。あ、これマクドだか、マクドか、これ。あ、マクドさんや、スタバかと思った。マックで、マックで、マクドさんや。シマ包丁持って振り回したと。深島村 A 番です。俺らがやるうちの人なりを見に来たんだわ。スタバ行かない。とりあえず深島村の方に戻る一回。島がいなくてさ、誰に振りました？若い頃つるんでた、敵対視してた、入れ墨入った50代の男。おいって、シマ、あの時はよく世話になったな。お礼参りか。刑務所から出てきてなんか煽りに来たのかな、よくわかんないんだけど喧嘩になったらしいわ。煽られたのかわかんないけど。そう、面会行けない。本名がわからない、島しかわかんない。島でわかんないだろう。三重県出身の島しかわかんない。もしかしてあの青い人さ、 TikTok のケンパンパさんじゃない？ケンパンパさん配信してる。ケンパンパさん、うわー、 TikToker の裏側大変だね。三脚立てて案内してんの。すごい、縦イベ5位だった。縦イベ5位、縦イベ5位。ゼロワンの下の人、ゼロワンが2位でケンパンパさんが5位。大変だね配信って。顔はね、小町くん似てる。あれでも1500人ぐらいいるんだぜ、
TikTok で今1500、600人いるからね、すごいよ。 1.6K とかなってるから。大手さんだよ、大手さん。で俺映ってるかもしれない。あっち一回見に行ってごらん、映り込みしてるかも。俺黄色いから目立つんじゃない、俺。見に行ってみ。あーミスターギリギリ似てるね。映ってる、俺映ってんの、映ってた。盗撮怖いよって、そうなん、マジ盗撮もいいよってさ、そう座ってる。いや怖いよ、大手さんだもん。そう、これを見てんだよ、向こうの視聴者は。これを前から見てんの。俺は後ろから見てる、ケンパンパさんの。すげえダンスしてる。ランマルとは大違いだわ、ランマルとは大違い。っていうか全然さ、下向けてないから。アングルがさ、アングルがちょっと下向けないと足元映ってないね。目合っちゃった俺。あ、声かけられてる、ケンケンパーンって言われてる。声かけられてる、ケンケンパーンって言われてるよ。リスナーさん来た、人気だ名古屋で。ダンス踊ってるだけ？すっげえ、ダンサーなの？ダンサー？いや、あれは動きできないでしょ。すごい、すごい速い。うわ、俺100キロあるから無理だわ。すごすごいな。これアイテム飛んだらやるんでしょ、これ。アイテム飛んだら映ってないんだよね、 TikTok の方で。足元がアングルがさ大変だよね、これ。足元映ってない。もうちょっとさ下げたらいいのにな、スマホの角度。めっちゃ飛んでんの、ケンパ。映ってんの足元、見切れてなかった足元。ここで踊ってる三脚立て。しかもさ下にノートパソコン置いてんのよ、すげえ高度なテクニック使ってるで。あのパソコン何の意味があるんだろうな。足元にノートパソコン広げてんのよ、多分 MacBook。 あ、いいですよ MacBook。すごいよな、音楽流してる。あ、そっから音楽流してるんだ。これは TikTok のミスターギリギリだよ。でもバチのミスターギリギリは1000人もいかないからな。だからミスターギリギリってこの人のパクリなんじゃないの、多分。そうでしょ、この人のパクリだ多分。プラプラ、音楽とエフェクトパソコン使って。すごい大変だね。いや、リスナーさんは面白いと思う、たぶん。助けて、代わりに踊って。代わりに、代わりに踊ってみます。代わりに踊れるかな。
無理、無理でしょう。無理じゃない？ありがとうございます。疲れた。カバンあっち置いてきちゃった。カバン忘れた。練習したことない。初めて。初めて踊った。疲れた。疲れた。ケンケンパさん。ダンサー。最高。あ、リンクちゃん、リンクちゃん、痩せちゃん、踊れんのかな、覚えたら。センスはいいのかな。お茶が役立った。すごいわ、若いからな。いやもう無理よ、無理。俺はダンス歌だから、歌、歌いて歌いてだから、ダンスじゃない、俺はね。疲れた。すごいな、ずっと踊ってんだよあの人。すごいな、無理だわ。何時間経ってんだよ。疲れた。疲れた。だいぶ軽かった。ケンケンパ、ありがとうございます。こちらこそ。TikTok の大手さんとコラボしました。ありがとうございます。誠司さん、ありがとうって言って。ケンケンパさん、ありがとうって言っといて。あ、ドリハラドン作らせてありがとうございます。あー綺麗、綺麗だね。あーありがとうございます。漢字一文字の方平行だ。あかんよ、あかんよ。踊れた、カマキリダンス早かったでしょ。可愛かった。踊りへこいてないです、こいてない。疲れた、マジ痩せちゃ
このためにね、お茶買ってくれたの？ヒロさんだっけ？あ、ハルさん。どっか行っちゃったけど、自転車で。未来人か。なるほどね。先読みだ。疲れてる。ずれてないよ。なんで？おかしい？ああ、これか。画面が明るかったから。光が入っちゃった。あーね、画面が明るすぎた。くぼっちどこ行った？マジどこにもいないね。死んだか。いないんだけど。絶対金ないはずなのに。入院したか。ついに島は逮捕されるし、久保山いねえし。呼んだか。あ、何？久保山さんどうかしたんすか。あ、何？呼んだか。島逮捕だよ。今北の人いる？島逮捕された。仲間をかばって部外者に抵抗した。刃物で。怪我はさせてないんだけど、銃刀法違反。昨日の夜、昨夜未明8時ぐらい、パトカー5台と覆面パトカー1台、ガチガチガチ逮捕された。浅井さんが言ってた。島パクられたって。そう、浅井さんに聞いたんだ。男やで、マジで。ほんま仲間思いで。そんなんできる？友達のためにさ、深島に入ってきたさ、嵐追い出すためにさ、刃物持ってさ、すごいよな。俺にはできねえよ。男の中の男だよ。正義感強い。マジいいやつだ。Z がいいやつしかいねえから。逮捕されな、ダメだけど、うん、なんで包丁使ったかな。なんか違う武器なかったんかな。いっぱい物だらけなのにな、なんで包丁選んだんだろう。ビビらすためかな。浅井さんは島のことあんま好きじゃないんだよ。好きじゃない。手癖悪いから。パンとか飲み物とかおにぎりとか盗まれたりして。そうそう、あの電線向いてた包丁だと思う。あの穴が開いてる包丁ね。あのキュウリとか切ってもあのくっつかないやつね。包丁穴開いてるやつ。軽量化されてるやつ。多分あれだと思う。みんなが見たでしょ、あの包丁。電線向いた時あの包丁振り回しちゃった。パトカー5台来ちゃった。逮捕。逮捕です。万能包丁、使い方間違えちゃった。
やっちゃった、しまう。何やってんだよ。まあでも浅井さん曰く3年ぐらいは入るんじゃないかって言ってた。前科もあるし執行猶予もついてるから。